どうも、菊井翔子です。私は今浅草にあるロックスの前に来ております。今日ご紹介する特選グルメはすごいですよ。こちら、黒毛和牛一頭買い焼肉ゲンさんです。見てください、これ松阪牛880円。これ本当奥さん。ということで早速確認しに行ってきたいと思います。よろしくお願いします。こちらのゲンさんはどんなお店なんでしょうか。黒毛和牛を一頭買いして、はい、いろんな部位を、希少価値の高い部位も手頃なので、なんで召し上がれるお店になっております。先ほど私下でもうすぐ見ちゃったんですけど、松阪牛880円って書いてました。見ちゃいました。見ちゃいました。もうすぐ目に入ってきました、はい。当店独自のルールとで、はい、ブランド牛を仕入れております。はい、松阪牛も食べれちゃったりするのかな、どうなのかな。はい、食べれます。では早速いただいちゃってもよろしいでしょうか。はい、どうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。見てください、ここ本当に店内綺麗だと思いません？こちらの席は半個室としても使えるようになってるみたいですね。いや、こんな綺麗なお店で美味しいお肉が食べれるなんて。はい、お待たせいたしました。来ました、これが噂の松阪牛カルビです。松阪牛、はい、880円。はい、この綺麗な霜降り加減で880円なんですか。はい、わー、綺麗なお肉、ジュー、すごくいい音ですね。このジュージューという音は私の心を幸せにしてくれます、本当に。いやー、もうバッチリの焼き加減で。いただきます。お肉の旨味、はい、甘み、柔らかさ、もう全てのバランスが取れてますね。ありがとうございます。もう最高、もう本当に美味しい。はい、お待たせしました。次はこちらの一本サーロインでございます。綺麗なピンク色。焼肉屋さんでステーキみたいなお肉が食べれるという、はい、うわー、すごい、はい、特別ですね、はい、お願いします。うち のメインの商品となっております。メイン商品、はい、もういいんじゃないですか。もうちょっと待ちきれない、はい、このもうちょっともうちょっともう待ちきれない、本当に。うわー、中からピンク色の宝石やないかい。ありがとうございます。うん、分厚い。すみません、いただきます。うん、うん、柔らかい。肉汁が口の中でうわーっと溶けて、もうしっかり脂が乗ってるのにしつこくない、はい、まろやか。おったまげました。ありがとうございます。いや、本当に美味しい。柔らかい。お待たせいたしました。びっくり、なんだこれは。一押しの盛り合わせ、超極み盛りでございます。超極み盛り。、はい、うちの一頭買いの、はい、いいところがすでに全部凝縮されてる。それと松阪牛がここにも載ってます。うわ、またまた松阪牛が、はい、すごい、もう香川から上京してよかった。本当にもう10年になりますけど、このお肉に合うために私は出てきたんじゃないかなっていうぐらい。ようこそ東京へ。ありがとうございます。浅草です。